はい、こんにちは、松山潤です。今日はふるさとの仲良しカラオケひまわりさんに来ております。いつも呼んでもらって、まあお力をいただいてますけど、ご主人に登場していただきたいと思います。坂本さんです、よろしくお願いいたします。どうぞ。じゃあどうも、いつも松山先生には大変お世話になっています。今後ともよろしく。3月の16日の天明ホールでのね、歌謡祭にお力いただくために来ました。今日は本当皆さんの歌聞いて、まあ上手ばい。本当に皆さんの歌聞いて元気が出る思いです。どっかね、熊本に来たら本当にこの仲良しひまわりカラオケに来ていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。熊本365は来たけれど熊野